今は人類の試練の時です。皆さん、外出を控えてください。私たちは入学式を中止し、本日のガイダンスもオンラインに切り替えました。ブリティッシュヒルズでの学長との対話もできず、とっても残念です。しかし、安心してください。皆さんへの教育の質は保証いたします。最近、先が見えない予測不能な時代とよく聞きますが、これは別に今に始まったことではありません。人間が分かっていることなどほとんどなく、人知に及ばないことは枚挙にいとまがありません。自分自身のことから神羅万象に至るまで、不思議なことだらけです。人類が自然界に存在する以上、病原体や自然災害と付き合っていかねばなりません。世の中には自分でコントロールできることとできないことがありますが、私たち人間は知恵を使い、少しでも自分の意思を反映したいと思います。この感染症のコントロールは非常に困難です。しかし、私たちができること、コントロールすることは実行いたしましょう。一つ目は、ステイホームであります。外部との接触をできるだけ減らし、感染することを防ぎましょう。たとえ感染しても他人にうつさないことです。二つ目は、この事態を契機に様々なことを学び、深く考えることです。生きていくための学習をすることであります。例えば、感染症の原因である細菌、ウイルス、カビ、寄生虫、これらはどのような特徴を持ち、人類は今までどう対処してきたのか、調べてみてください。また、世の中に出回っている情報、これを疑ってみてください。自分自身でよく考えてみてください。騙されてはいけません。固定観念に縛られず、他の人の言葉を無批判に受け入れないこと、すなわち、鵜呑みにしないことがとても大事です。現在、大学は、このパンデミックの長期化を想定し、皆さんがオンラインで授業が受けられるよう準備中です。オンライン授業に慣れてください。これから私も皆さんに直接ビデオでメッセージを発信いたします。ぜひご覧ください。また、この機会を読書をする習慣を身につけるチャンスとしてください。本を読むということは人生の最強の免疫になります。何事もポジティブに考え、学生生活を満喫してください。